はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。仮面ライダーエグゼード。DXF 仮面ライダーゲームのフィギュアですね。まあでも仮面ライダーエグゼード DX フィギュア2と書いてありますけども、前回こちらの1、エグゼードの方ですね。エグゼードのフィギュアやりましたけども、それの新しいもの、ゲームが、プライズ限定ですね。UFO キャッチャーとか、そういうもので出ました。全一種です。これしかないですね。で、側面。結構ね、これジャエポとか、なんでしょう。イベントで見たときに、ゲームかっこいいのに、そのポーズ何って感じだったんですよね。うん。多分、ジャエポの動画でも言ったと思うんですけども、ポージングがね、なんかちょっと、ファイティングポーズっていうのが、なんかゲームこんなファイティングポーズ取ったっけかなっていう気が、ちょっと、否めないですけども開けていきましょう。過去のね、僕のこの DXF フィギュアシリーズはもうすごい動画でやってますので、ぜひねご覧ください。オール DXF とかもあったりしますからね。まずは段ボール、そして結構硬い、結構すごい重梱包。よし、紫の発色すごくいいね。これはいいよ。だけどポーズがファイト、ノックアウトファイター、ノックアウトファイターみたいになっちゃってますね。じゃん。いい、かっこいいな。手首がね、なんか曲がりすぎなんだよね。なんでこんな手首曲がっちゃってんのかなって思うんですよね。さあ、エグゼードの方もね、せっかくなんで出して並べていきましょう。このパッケージがね、結構ね、やっぱね、エグゼードって感じしますよね。スプラトゥーン的な、ちょっとなんかこう、ペンキじゃないけど。いやー、かっこいいんだけどね。すごくいいんですよね。しかもこれ、複眼の部分すごい。このね、上こうやって描かれてるんですけども、ペイントで奥はちゃんと複眼になってるんですよね。すげえ。まあもしかしたら頭のパーツ自体が全部こういうパーツになってて、その上にこういうものがついてるっていう感じかもしれないですけど、わかんないです。後ろのこれとかもね、めっちゃリアル。すげえいいやん。うん。ゲーマドライバーもね、ガシャッとちゃんと色分けされてますね。シワ感すげえ。はい。まあこんな感じです。台座にはめます。DXF、このシリーズはちゃんと六角形の台座ですね。さあ、それでエグゼード。はい、ということで、エグゼード VS ゲームみたいな。でもこうやって並べるといいかもしれないですね。オラオラポーズは一応違うんですけどもね。なんでこんなにも。エグゼードはエグゼードっぽいのに、ゲームはなんでこんなにも社長っぽくないのか。いいね。うん。すごくいい。これマジでいいよ。ほら。これいいわ。こっち向きとかでもいいかもね。共同戦線。背中合わせで。後ろは任せたぞ、ゲーム。私の才能さってなってるかもしれないね。はい、ということで。今日ご紹介したのはこちら DXF 仮面ライダーゲームでした。それではまた明日。